999ドゥカティスーパーバイク999はドゥカティが製造販売していた 998cc の4ストローク L 型二気筒の大型自動二輪である同社のスーパーバイクシリーズの車種でありスーパースポーツに分類される後継車種は1098この記事では999の排気量を縮小した749についても述べる 999は2003年に916から998の後継として発売された。851や916と同様にスーパーバイクと名が付いているようにスーパーバイク世界選手権に参加する車両として誕生した。マシンデザインはドゥカティ社のチーフデザイナーであるピエール・テル・ブランチが担当した。新設計の両持ち。 式アルミ製スイングアームを備えた、スチールパイプ製トラスフレームに916から998の横に頭ヘッドライトを一新し、縦に頭ヘッドライトを備えた、スラントカウルと呼ばれるカウルを仮装している。エンジンは、998から採用している 998cc のテスタストレッタと呼ばれる水冷、L 型二気筒を使用している。また、ベーシックモデルの999は、 他のモデルにはないタンデム可能なビポストという仕様がある。またトラブルとしては電装系が非常に弱いことが挙げられ、特にメーター関係の故障が絶えないというトラブルが報告されている。999S、999S は999シリーズのスポーティモデルである。エンジンの出力はベーシックモデルの999よりも若干高められている。 前後サスペンションにオーリンズ車製のもの、フロントブレーキにブレンボ車製のキャリパーが採用されるなど、足回り関係は 999R とほぼ同等のスペックを持つモデルである。999シリーズの中で一番バランスが取れている車両と評価されている。999R、999R は999シリーズの最高級モデルであり、 スーパーバイク選手権に参戦するためのホモロゲーションモデルである。そのため 999R 専用のテスタストレッタエンジンが採用されている。各部に採用されているパーツには、オーリンズ車製倒立サスペンション、マルケ G2 車製マグネシウム単造ホイール、カーボンファイバー強化プラスチック外装などの高級パーツが挙げられ、ドゥカティスーパーバイクシリーズのフラグシップにふさわしい。 内容となっている。999R のレース仕様は 999RS と呼ばれる。999回999回は、スーパーバイク世界選手権に参戦している、ドゥカティワークスチームが使用する999のワークスレーサーであり、フレームから車体構成に至るまで微妙に市販車とは異なっている。2006年はトロイベリスのライディングによって、 同選手権タイトルを獲得した749はスーパースポーツ世界選手権のレギュレーションに合わせて排気量を縮小したモデルである。ありがとうございます。